ここには私の研究対象が山ほど眠っていそうね。まずは調査を終わらせましょう。ねえ、何かあるよ。いいね、一丁上がりだよ。これ初めて見るかも。よし、いろいろ取れたみたいだな。楽なのはいいけど、頼りすぎないでおこう。徹底的にやってやるさ。では、よっしゃ。では、決める。もらった。どうぞ。やらせないよ。
ープ存分に味わいなよ。はあ、援護します。これでどうだ。こいつの出番だね。始めよう。準備完了。安全装置解除。まだまだ。フルバースト発動。高速回転ドリルで砕け散れ。ざっとこんなもんだね。よし、先に進もう。広いですね。どこまで続いてるのかな。さあな。せめてこの遺跡がどうやって浮いているのかくらいは調べたいけど。あなたたちは誰？みんなどこにいるの？今何か聞こえたわよね。もしかして幽霊？誰だ？隠れていないで出てこい。私はフラメウ。あなたたちにフラメウと呼ばれていたの。どうしてだったかしら。よく覚えてないの。あなたたちは私を覚えてる？私はもう忘れてしまったわ。幽霊。本当にいたんですね。落ち着きなさい。ですか。幽霊なんかじゃないわ。こういった装置は時々遺跡で見つかるのよ。でもこいつはなんだ？生きているのか？人間なんてとても久しぶり。前に見たのはいつだったかしら。あんまり変わらないのかな。見た目も多分きっと神も。この子
私たちを見てる。まだ生きてるの？あのね、私たちこの遺跡を調べに来たの。わかるかな？ここは一体どんな施設なの？何のためにあるのか、あなたは知ってる？何のため？そう、やることがあったの。大地を、そう、大地を助けなくちゃ。約束、そう、約束なの。みんなの夢、みんなの願い、大切な約束。約束？こいつさっきから何を言って。遺跡が来て、グルベイグ。人間をここに近づけちゃダメ。種にとても悪いわ。あと少し、あと少しでいいから、お願い、私に力を貸して。何だったんでしょう。それにあの子、どこかで。行こう、きっとこの先が中枢だ。何があるかわからないからな。エスカ、気をつけて進むんだぞ。